いる？見てるとこ窓を向いてる人が、ね、でもこれ秋山だったのか。遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。みたいだね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト誰？人生一家の室田です。室田、命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリオさん。お前なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことをキリオさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。登場会の菅井ってのも穏やかじゃない。やっぱあいつか。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。なんかありそうだもんね。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ登場会の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の登場会本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど。でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。菅井ならしそうだな。順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると登場会以外にないんです。登場会のもんがアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然登場会と島争いが始まりました。島争いか。でその構想が収拾つかなくなると札はうちの6代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の登場会は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋会はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋会をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。全部仕組まれたってことだね、多分。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから登場会に狙われたのかな。だから俺はどうしてもこのことを4代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ありがとうな、室井。ここに来る前俺は登場会の人間に襲われた。早速ね、襲われてよ。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ。それじゃ俺はこれで。登場会には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと採用会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。
カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。姿も表せられないしね。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上会と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。今のスターダスト結構好きだけどね。アリーはこんな時にあのスターダスト、もし希望があるとすればなかなか堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ハルカのためだよ。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。秋山、すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。話だけなら迂回ルート。迂回ルート、採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が辰川って男を殺した理由だ。辰川、尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。父親が死んだってことになっちゃう。じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの。まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも、まあ、でも江戸と話がしたい。父親ってまだ決まったわけじゃないかもしれないけど。わかりました、俺がアジア街を案内します。いいのか。ねえ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。バレないようにね。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですが、心強い二人だからね。また心強い。秋山落ちるなよ。おう、上がってった。セレナに戻って長本優太と呼ぶか。よし、行こう。だねえ、キリュウさん。よし、ニューセレナへ向かえ。セレナに向かうか。これ2階はカフェなんだよね、確か。とりあえずカフェ行ってなんか食べるか。ティーン、あれ、あ、カフェだよね、カフェだよね。あ、あれ、あれカフェじゃなかったっけ。あ、下か、下にカフェがあるの確か。なかったっけ。あ、こっちだ、こっちだ、こっちこっちだ、こっちこっちだ。あ、ここここここ。あれ、あ、奥が隣だったわ。隣だ。ここでさ、この前さ、パン買ったんだ。パンパン、いらっしゃい。パン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 パパンパン。おいしい。おー、軽く食べて。おし、ありがとうございました。したらニューセルナに向かいますか。ユータとさ、ナグモ何やってるかな。おい、ママに手出してないといいけど。ママに着いた。お待たせ。悪いな、待たせたか。お、めっちゃ飲んどるやん。大きなやつだな、ナグモ。キリュウの兄貴、すんません。ナグモらしいというか、これでも辰川のこと
可愛がってたんすよね。南雲なりに俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。飲まなきゃやってられねえってか。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、一本五万だぞ。一本五万とさおさ、一本五万はする酒だ。十本で五十万よ。それじゃ五十万。でもすごいね、そんなさ。だからもうやめた方がいい。高い酒でさ、ね、きっとさ強そうなのに、グビグビ飲めるってやっぱ、ね。頭、ちょっと起きろよ。おい。お酒が強そうだもんな、もう。なんじゃ。起きたか。誰が払うんだ。なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。人のせいかよ。立川さんのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようたと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。毎回だけどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我らは何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろ。頼もしいで。いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけどわしらにとっても達川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリの兄貴、それじゃもう出るんだ。おう、そうだな、出るか。そろそろみんなで行くぞ。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリの兄貴。まあ二人がいればね、即戦力にもなるしね。アジア街へ向かえ。それじゃうか。まあまあまたお金払いに来るからな、50万。まあ、とりあえず下に降りて行くぜ、二人とも。50万だ、1本5万だもんね、すごいね。こっちか。1本50万だからさ、相当だよ。相当美味しくていい酒なんだろうね。でも実際にあるさ、お酒なのかね、あれ。土佐ウサギっていうのは。実際にあるのかな。アジア街大丈夫かな。すんなりとそんなさ、江戸と話せなさそうな気もするけど。まあでも秋山が大丈夫っていうならさ、大丈夫そうではあるけど。もうすぐそこだね。急げ、急げ。お、着いたぜ、アジア街。うお、まさにアジアって感じだけど、おいしい中華料理とかありそうだね。とりあえず中行けますか。お、桃源郷もあそこにあるよ。お、兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ、こっちです。お、キリオさん。秋山、着替えたか。少し距離を空けてついてきてください。南雲、ユータ、あいつが秋山だ。ええ、へい。へい。距離を空けてていてもね、ちょっとずつ歩いて。いやでもさ、キルさんがこんな目の前にいてさ、キルさんが前に歩いてたらバレそうだけど。うわ、なんかいるよ。江戸の店があれです。あれだね。少し遠回りになりますから、他の建物を伝える。あそこに目の前にいるのは江戸。そうじゃ、こっちです。江戸ではなさそう。で、こっちだね。わー、美味しそう中華料理。こっち、こっちか。こっちね、こっちか。あ、改めて、秋山です。キルさん、そちらの二人が広島。ああ、
広瀬一家の若頭長本、若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。長本じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして、それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。3階の窓か。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね。それ同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今とにかく江戸と話さえできればそれでいい。江戸のところに。それじゃ行くか秋山。ええ、あ、そうだ、んこれ渡すのを忘れてました。なの、ん、登場会の元四代目が採用会に忍び込んだとなると騒ぎになります。お面みたいな。あ、これさ、気休めかもしれませんけど、そんなやったっけ。いいでしょててこれ。またこれをかぶることになるかな。2回目だよ。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。怪しすぎるよ。それまでは南雲さんと裕太君はここで待機してください。余計に怪しまれるで。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。いやもう秋山なんてさ、屋上についたらロープを通します。まさになんかしてそうだもん。それを伝って登ってきてください。じゃあ悪いことしてそうだもん。分かった、了解です。秋山のこの格好、じゃあ早速行きましょうか。行きますか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。静かに、静かにって言われてちょっと緊張してくる。ゆっくり、あ、ビルの屋上へ向かえ。ゆっくりな。ここは。おお。確認完了吗？どこどこ？已经全部交付了。バレバレない？那今天的工作结束了，辛苦了。いやいやバレそう。待って。あ、バレるでしょ。一静啊，你有没有空？いや見えてる気がするけど。您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。都去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。我都知道了，知道了，知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？对吧？没那么回事儿。没那么真的。你的手，一个。段ボールがいっぱいあるね。よしよし、こっちか、こっちか、こっちか、こっちに行って、階段だ。お、大丈夫か秋山、大丈夫。登ってって、で、こっちか。ビビらせんだよ。うわ、何の肉だよこれ。な、何の肉さばいてるんよ。怪しい肉すぎない？ちょっと怪しい肉すぎるで、ここの部屋。待って、お前何者だ。牛と豚じゃねえだろ。
おら、もういいですよ。うわうわ、やべえ肉よこれ、みんな見て何の肉よこれ。ああ、なんかさお肉の管理もなってないしさ、こんなんさ常温置いてたら腐っちゃうよ。まあ、とりあえずこっちだね。こっち向かってと。で、こっちか。これだね。秋山先に行ってくれよ。後ろ見てくれてんの？秋山後ろ見てくれてんの？そしたら前行って。こっちか。入って、出た。うわ、やば。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近。バレてるよ。找出来。キルさん、バレないように隠れて。いや、無理じゃない。找到了。再见。あ、アキヤマ見つかったで。アキヤマ。でもアキヤマのせいで今、なんかここ見てよ。アキヤマのせいで見つかっちゃったよ。あ、なんか出てきた。さっきのやつ。あ。さっきのやつだ。さっきのやつだね。おぶら、おぶら、おぶら、おいや。おい、おいしょ。いざ、キューブ。肉まみれ。お前がそれでこっちだ。おい、おら、料理しちゃって。おい、おじいちゃん、おぶら、おぶら、おぶら。あけ、あけばが犠牲になってくれた。あけばが犠牲になってくれた。おららら、おららら。悪いな、秋山。さあ、早く行きましょう。いや、もうバレてる気がするんだけどな、これ。もうさ、江戸のさ、部下に話が行ってる気がするよ。不審者がいるってさ、何これ、ちょっと。ちょっと待って。これ。やべえよ、これ。写真撮っとこう、綺麗に。ちょっと待って。怪しすぎる。もう、こう見ると、キリュウさんさ、いや、二人ともやけど、完全にやべえやつよ。あ、行くで。ほら、豚の肉かね、なんだろう。びっくりした。やばい。くそ、このこっちは。いやいや、もうね。今のうちに早く。いや、もう、なんかバレそうな気がしてたけど。いける。あ、こっち。うわ、こちらに。あ、くしゃみ出てた。キュウ、くしゃみが。おいおい、あ、危ない危ない。どうなんだよ。すいませんね、お食事中。お食事中すいませんね。こっちこっちこっち、こっちくしゃみ出ちゃったよ。こっちか。上だね。あ、キュウも大丈夫かな。あ、なんか落ちてる。なんだなんだこれ。タフネス。回復しとく。回復しといた方が良さそうだね。ほほー。ほほー。秋山大丈夫かね。あ、しぶとくない、しぶとくないかこいつ。おいおいおい、危な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 い、おいおい、おいしょー、おい、おいしょー、あぶな、あぶな、あぶな、やぶな、おいで、おいで、あいでじゃ、あぶな、たてじゃ、かん、はめ、あいで、あぶな、お前、お前、あいでじゃ、やぶな、あぶな、背中歩いてみる、あいでじゃ、おいしょ、あーもう背中見て、背中見て、あーもう、お前うざ、お前うざ、うざ、うざすぎる。うん。およよ、おい。ほら、おい。あれ、それ痛い。それは痛い。あいやいやいや。みんな背中痛い。お前は。背中ちゃん。お前背中ばっかやめろよ。背中ばっかやめろ。背中ばっか狙いやがって。背中ばっか。
ちょっと待って、回復回復。お前らめっちゃ背中狙われてたわ。これやらんね。ほっほー。ほっほー。タオリナーまだ一個。とりあえずこんぐらいかな。お、防御力上げといて、とりあえずと。で、回復と。私こんなもんかな。多分この先エドいそうだね。さっきのやつしつこすぎん。え、何度も這い上がってきてんよ。よし。そろそろ屋上じゃない？あ、屋上？おう。へぇ。おう。一時はどうなることかと思いましたよ。秋山よかった。それじゃあ、下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。え？よいしょっと。なるほどね。はしごーってことだ。頭いいな。逃げるときもさ、これをさ、降りて逃げればいいね。ほい、お待たせ、二人とも。全員揃いましたね。それではご案内します。で、どこだ？案内してくれよ、こっち？こっちか。おいと、落ちちゃった。落ちちゃったけど大丈夫？あ、危ない危ない。ドキドキするね。やけに静かだな。いや、誰もいないでしょうね。罠かもしれないな。罠っぽいぞ。ママとさ、相手のさ、手中にはまってるとか、受注か。お、うさみー、こりゃ逆にはめられてそうだね。やっぱりですよね。面白うなってきました。ですよね。だと思いましたよ。だと思いました。みんなやってっか、やってっか。戦争だよな。やってやるよ。戦争だよ。ほらほらほら、ちょっと待って。あー、いっぱい、水いっぱい、水いっぱい。お前、あやいやいや、水いっぱいにゃー。いいだよ。おぼろぼろ、ちょっと寝ちゃえ。おい、帰るの。いっぱいで降りろー。じゃじゃーん、よいしょー。ちょちょちょー。いやいや、まあ、とりあえず、なんかなんどいてー。まだいいか、なんどいてた。おい、ちょ、いったいった。あ、こいつは、ザコから倒す。いった。出る、マジで。いたよ、ザコから。ザコから倒すで、ザコから。そっちへ向かってください。みんな頼むぜ。ナイス。まあでもさっきよりかは人数減ったね。椅子持ったまま行く。キリュウさん、椅子持ったまま、椅子持ったまま。こっちに、あ、こっち行けない。こっちだ。トゥ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 。これ邪魔だね。おい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 、壊れた。